平成30年2月3日の節分の日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、豆の代わりにごまきを巻くという、全国的にも珍しい節分祭が行われました。阿蘇神社の節分祭は夕方から始まり、仮の拝殿に設けられた、かやを円錐形にした高さおよそ3メートルの足塚を4人の神職が囲み、山の幸、海の幸などをお供えし、祝詞をあげ、参拝客や氏子たちの無病息災と家内安全を祈願しました。神事が終わると、二人の神職が豆の代わりにかがり火で清めた2000本のごまきをまくと、参拝者たちはごまきを拾っていました。阿蘇神社によりますと、豆の代わりにごまきをまくという節分祭は、京都の吉田神社と阿蘇神社だけに伝わるもので、全国的にも珍しいということです。拾ったごまきは火に燃やして体を温めると、1年間は病気知らずに過ごせると言われ、参拝者たちは早速、火焚き場所で足塚と一緒にごまきを燃やして体を温め、また持ち帰ったりしていました。